特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。仮面ライダースペクター、誠を語ろう。どうもゆうちゃまです。誠兄ちゃんですよね。誠兄ちゃんって視聴者に愛されてますよね。こう、カノンの女優さん、工藤美桜さんが、戦隊出演が決まったりしたときは、誠兄ちゃんも話題になるっていうね。なんかね、何年経っても愛されてるキャラクターですよね。誠兄ちゃんって普通にキャラとしてスタイリッシュですし、変身前も変身後もかっこいいじゃないですか。最初はタケル殿と敵対してライバル的な関係でもあったんですけど、後に和解して頼もしい仲間になりましたよね。ゴーストとスペクター、ネクロム3人で共闘する姿、後半よく見られましたよね。一緒に戦ってくれる2号ライダーって安心感強いですよね。スペクターのデザインって結構かっこいいですよね。ゴーストのライダーってまあこうパーカーをかぶった感じっていうのがあるんですけど、かぶって脱いでみたいな。そのスペクターのデザインとあのパーカーが絶妙にマッチしてるんですよね。ゴーストとはまた違うスペクターは対極な色、なんかオレンジの対極っていうんですかね、水色、あのカラーリングが良かったです。結構かっこいいですよね。スペクターって見た目、なんだろう、敵っぽいデザインなんですけど、あの見た目で仲間っていうのも、そこがちょっといいんですよね。ハリケンジャーでいうゴーライザー的なポジション。これ伝わりますかね、この例え。ちょっと伝わってなかったらごめんなさい。わかる人にはわかるかもしれないです。なんか初期は敵だったんですけど、後半は仲間として一緒に立ち向かってくれる。なんか敵っぽいデザインだけど味方でもあるみたいな。これ伝わってなかったら本当にごめんなさい。スペクターはスピンオフとかもあるんですけど、スピンオフまで見てほしいです。ゴーストって結構本編ではね語りきれないことがねあったので、 V シネマでそこでも描いてます。そこで V シネマしっかり見ていただくと、さらに誠兄ちゃんの魅力、良さが伝わるんじゃないかと思います。もうね、妹のカノンの溺愛ぶりはちょっと笑いますけどね。大丈夫かよみたいな。あの普段クールだからこそそのギャップ萌えが好感度が高いんですよね。誠兄ちゃんね、なんかそのギャグキャラじゃないけど、なんかギャグキャラ路線をちょっと走ってる感じしますよね。なんか真面目にやってるからこその面白さみたいな。誠兄ちゃんってその妹大好きキャラがね、振り切ってるのがいいんです。誠兄ちゃんいいキャラしてます。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。